それでは今回は、引き続き、最後ですね、タグの方の、設定を行っていきたいと思います。で、タグの方なんですけども、こっちは検索エンジン対策に対して、こっちのタグっていう方はですね、関連動画対策というふうに、言っております。関連動画っていうのは、YouTube の中で検索される動画っていうことですね。この YouTube のホーム画面だけですね。ここで例えば、先ほどの渋谷エステサロンで検索したときに、この上に来る動画ですね。この辺の動画が、要は YouTube 内検索では、SEO が強いということですね。なんで、ここに上位表示されている動画を、例えばこういうふうに再生したときに、関連動画っていうのはこれなわけですね。関連動画っていうのはこれなわけです。で、ここに、要は、表示してもらえれば、比較的ここに来た人が、ここを押したときに、自分が横の関連の動画に映し出されることが高くなるということです。まあそうなるとね、当然、お分かりかと思うんですけども、関連動画が出ることによって、自分がそもそもね、SEO で上がらなかったとしても、非常に露出度が高くなると、いうことになります。では早速、では、どうやってそこのね、キーワードをタグっていうね、キーワードを拾ってくるかっていうのを、まあ、ご説明していきます。で、これも実際に、説明文の方でも言ったんですけども、これもできれば、アップロードした人、現在の再生回数が、まあ、反比例してた方ですね。古い動画だったら再生回数が多いのは当たり前。古い動画だったら上に来てるのは当たり前なんですけど、新しい動画で上に来てるとかっていうのがありまし、あってさらに再生回数も高いとかっていうのが、まあ一番、理想の形になります。理想の形になります。まあ、この中でですね、先ほどあった、セサロンさんと、まあ、大体同じかなっていう形ですね。まあ、この辺で、まあ、4年前、7年前とかって言っても、あまり意味ないので、大して変わりないですね。もはやさっき僕が、適当に上げたやつがもうすでにここに来ちゃってますね。これすごくないですか、これ。もう効果が出てるっていう。そうですね、先ほどのと、まあ、そんなに変えなくていいかなという、先ほどの関連動画とね。まあ、ちょっとこれ、いいですけどね、この、3年前で2000。これはなかなかいいかもしれない。これに変えてもいいかもしれないですね。3年前1万開催数。これもいいかもしれないですね。これをちょっと入れてみましょうか、次はね。アロマエスサロン、これさっきも出てたところかな。そこで上行き、
これ同じか。同じ会社ですね。ちょっと違うところがいいので、この辺、行ってみましょう。とりあえずこの3つに、します。で、これをどういうふうにね、タグを抽出するかと言いますと、これの、この枠のここの何もないところですね。何もないところを右クリックしてもらうと、ページをソースを表示っていうところがあるんですね。で、このページをソースを表示って、このわけわかんない文字列が出てくるんですけども、この文字列のタグっていう部分が、まあ、要はこの動画が何のタグを入れて、設定をしたかっていうのは、これで丸分かりになるんですね。で、この中にある、タグっていうところですね。メタネーム、ディスクリプションっていうところがあるんですけども、こちらのメタネーム、キーワードっていう、メタネームディスクリプションの下にメタネームキーワードっていうのがあるんですね。ここの、これが全てタグになります。で、これをそのまんまコピペしちゃいますということですね。これをコピーして、ここに入れます。はい。まあ、こんな感じになりますね。で、次ここですね。これをまた、ページのソースを表示で出します。で、ちょっと下に行くと、またですね、メタネームキーワードですね。これ、アルマエステシビア。これをコピーします。で、これを貼り付ける。はい、入りましたね。あと1個ですね。次はここです。これがメタネーム。キーワードはこれか。これですね。これがキーワードになります。はい。こんな感じですね。で、これで、この3つの動画の、関連動画にこれで比較的入れてきやすくなった。ということです。で、これで、タイトル、説明文、タグが全て終わりました。ので、これで、まあ、公開の方は公開にしていただいて、変更を保存としていただくと、これで SEO の対策が、全て、完成になります。はい。それでは今回の動画は、ここの、タグの設定方法でしたので、今回は、以上になります。ありがとうございました。